久田島は、鹿児島県日置市に属し、東、品海に所在する島である。久田島は、鹿児島県本土の吹上浜の長吉川川口から、西に約1 2トルの沖合に位置し、標高2 8 9メートル、周囲の長さ約7 0 0ルである。ほぼ南北方向に細長い形をしており、面積は約3000平方メートルである。島の周辺は、 急峻な海色がけで囲まれている。島全体が石灰岩で構成されている。鳥りあえに堆積した深海塩用性石灰岩であると分析されている。石灰岩は、相乗段階上のチャートを頻繁に伴う形質、ミクライトから構成されている。その岩層及び、化石年代の比較から、クタ島の石灰岩は、 九州西部の三宝山不可コンプレックスに対比できるものとされ、三宝山不可コンプレックスの難限である仏像構造線は北島の東を通っているものと推定されている。島には天智天皇の日に関する現象がある。海門だけのふもと付近の出身の柳串姫は大変美しく賢い女性で天皇の長愛を受けていたが、そのために、 周囲から妬まれて悪い噂を流され、姫は暇をもらって故郷に帰ることになった。その途中で巫女を産んだが死産に終わり、その意外を船に乗せて、海に流したところ、現在の日置市吹上町、長吉の海岸に漂着し、村人が暴れんで葬り、沖の北島に霊を祀ったとされる。また、伝承によっては、この意外を海中に捨てたところ大岩が湧き上がってきて、誕生したのが、 クタ島であるとするものや、漂着した意外を葬り、乗せてきた船を流したところ、船が沈んで、クタ島になったとするものもある。島は遠いために要拝するために、本土側の駅地に、クタ島神社が建てられたとする。1908年に、当時の農商務省農事試験場の技術者が島にある、林港の調査を行い、林の岩有量が多い有料な交渉があると評価。 したがその量は少なく、品質の低い交渉は相応の量があるとした。実際に1930年から1932年までの3年間に1741トンの林鉱を採掘したとされる。1978年8月12日に吹上浜で交際中のカップルが北朝鮮の工作員に拉致された事件では工作員が クタ島を拠点にしていた疑いがあるとされている。クタ島に船を隠したか待機させ、ボートで吹き上げ浜へ向かって拉致したとの分析がなされている。ありがとうございます。